はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男、アレクサです。309名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。おやすみ。ちょっと汚い、なんか。はい、おやす。皆さん、改めてお願いします。ここはですね、今僕の新居になるんですけど、さてさよ。ここが多分 4.5 畳ぐらいですかね。で、僕リュックサック1個しかないんで、ここに全部荷物が実はまとまってて、今物も何もない状態なんですよ。こっちからの画角からも撮ってみましょうか。はい、こんな感じです。綺麗でしょ。で、前までは本当にもう狭い空間のネットカフェで、もうなんすかね、マットレス、本当にネカフェ。あ、電池が、あ、すいません。パソコンがあって、そこにもう寝るスペースがあって、もう雑魚寝みたいな、もう腰がめちゃくちゃ痛かったですけど、ようやくこうやってもうすぐでこう足をこう広げれる、こういったスペースに住むことができました。はい。で、ここは千葉県の船橋市っていうエリアになるんですけど、すごいいいところですよ。ここの今のがあって、景色もすごいいいし、あと一番が、昨日もお伝えしたかもしれないですが、お香を立てるんですよね、ここ。はい、このチェーンもかっこいいっしょ。財布をつけてるんですよ、ここに。で、この大人っぽいヘンリー、このロン毛で、この黒赤の不良色のこのベレー帽に517ですよ、セブンティーズ。これちょっと変わってて、このね、色が違うんですよね。はい、ちょっとまあ忘れましたけど、やっぱり僕のチームの名前はベンディアパンクなんで、やっぱパンクらしくパンクロックで派手にやっていきたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いします。じゃあ最近また体をね、鍛え始めたんですよ。こう見えるかな、見えないな、見えるかな、まあ、僕が倒れたら全て終わっちゃうんで、また気合いでいきたいなと思います。皆さん応援よろしくお願いします。以上、ハリウッドスターを目指す男、アレクサがお送りしました。それでは皆さん、よし、おいしょ。